ウズベキスタン国立歴史博物館は、ウズベキスタンのタシュケントにある博物館であり、中央アジア最古の博物館である。ウズベキスタン国立博物館は、タシュケントに、ロシア帝国のトルキスタン総督府が置かれていた1876年に、トルキスタン民族学博物館として設立された後、1919年2月に、トルキスタン国立博物館と改称された。 1970年に博物館の場所を移転、ロシアにあるレーニン中央博物館の多種研と文館として改装された。1991年のウズベキスタン独立後に現在の名称となった。ウズベキスタン国立博物館には考古学、歴史学、民族学的な中央アジア文明の事物や歴史の流れが石器時代から時代順に展示されているほか、 かつて中央アジアで使用されていた貨幣も展示されている。トルキスタン民族学博物館時代の1900年と1906年にはパリとミラノでそれぞれ行われた万国博覧会に展示物を提供している。また、特筆すべき展示物としてテルメズのファヤズテパイ石から見つかった紀元後2から三世紀のものと考えられる三尊物が遺憾展示されている。 開館時間は午前10時から午後5時まで、休館日は月曜日となっている。ありがとうございます。